第一ホテル京都。先生合唱団の高校一番。てなわけで今週もせやせやに体力を使っていただきましょうということで、先週なんとメジャーな番組へのメジャーな番組への出演オーディションのため堂々と、グジャマンジャを欠席したアクターって何のオーディション、東南アジアの方に、ほうなんか地元の人とその駅をしに行くやつを決めるわけじゃん。それに見事落ちました。あ、落ちた。はい、落ちたんです。何やそれ、そうそうそう、落ちたらしゃあないな。こいつらですね、これアクター、うん、ジョーのそう、アクター徳永、以上以上3名ですね。以上3、以上2名。またいつもいます、白石ですね。さあ、今日はですね、先週白石君に、何でした、言うなそういうこと言うたかね。先週白石君に逆立ちしてもらってケーキを食べてもらうというのをやりましたけども、それではかわいそうだという意見が多々ありましたので、今日は美味しいスパゲッティを、下の何でしたっけ、喫茶店の名前は、え、なんとかという喫茶店、小川コーヒーさんからですね、スパゲッティを、これミートボールも入ってますよ、ミートボールも入ってるスパゲッティをですね、一人暮らしがこんなん美味しいです、一気に食べていただこう、で誰が一番早いかというのをですね、調理しております、そうそうそう、今日もまともなゲーム、まともなゲームですから、思う存分食べていただきたい、日頃食べてない方もいらっしゃると思いますので、ほほじの、え、それはきちっと整列してるわけですよ、はい、合唱団は整列、ね、してるわけですよ、ね、整列ってこれクエーっていうのは分かるんですけど、これでちょっとどないしてこれは別にガムテープでセーター言わなかった、紐でいいって言ったのに、これやっぱり基本的には口で食べる、口ってこれでもこう、これこうバカ、人間昔は何もなかったんです、口で食ってたんです、まで手冷たなってきたんですよ、ね、そう、血管閉まってるんですよね、これ通ってない、まあそんななる前に一気に食っていただきたい、水は何も飲んでもらっても結構、これどうやっても、これ持てないじゃないですか、でも結構答えしてみましょうか、この横に置いてあるボースは無駄やね、まあ一応これ使いながら使う、足は使っても自由、すいません、穴が深いんです、無理深いんです、 OK、 よし、それでは行きましょう、まあこれ誰が一番早いかです、はい、全部平らげてください。それではスパゲッティ手を使わない息食いゲーム始め。さあ始まりましたですね。気持ち汚いね。気持ち悪い。あ、やっぱり日頃食ってない知らせ早いね。息食いだけで、ね、味はちゃんとしたスパゲッティやね。そうでしょ、何も入れてないですよ今回は。早いね白石。ミートボールうまいですよ。ミートボールうまい。コメント入れるな、みんなが入れへんこれね、ジョーノがイタリアにしてくれと言ってましたけど、うん、あ、すごい、ジョーノがもっと頑張れ、すごい、あ、すごい、トグラがすごい、犬食べ犬みたいですか、横を振り持ってカメラ、アバちゃんが笑っております、カメラに覗くとすごいもんがあるんでしょうね、な、犬みたいに食べて、そうそうそう、みんな徳永みたいに食べて、水あら、ミートボールが残ってる、ミートボールが残ってる、はい、どこどこな、水あ、二人羽織の気持ちが分かりますね、はい、うん、早く負けるよ、こんだけなって意外とすごい、すごい、さすが高い市役所、すごい、邪魔が入った足は使ってもいいと言いましたでね、邪魔が入った、これ落ちてるよ、あ、落ちた倒れた、邪魔をした、スタジオ汚すな、スタジオ、うん、この間、今がチャンスや、白石、今や、白石、チャンス、アクターの仲間あれ、アクターの仲間あれ、頑張れ、白石、
オさん邪魔してどないドミオさん邪魔してどないおい、大丈夫、ジョーのもうちょっと、ジョーのもうちょっと、ジョーのもうちょっと、ぐだぐだぐだ、今さ、ジョーの、ジョーの行った、ジョーの行ったストップジョーの一着な拍手するようなもんちゃうと思うけど、はい、ジョーの一着で手を挙げて、はぁまあ、このこぼしたのはですね、あの、サブラガのせいということでね、ジョーの君、久々の参加で、2点獲得せやね、そう、うん、先週、まあ、白石が1点獲得でしたかそういうことなんで、まあ、この3人で、ちょっと遊んでいくみたいそうなんや、いやいや、まあ、点がないのは徳永だけやね、これ、1人ぐらいしたんですよ、待てろよ、お前これ、下馬評では徳永が勝つ予定だったんですけど、負けましたね俺の方が良かったやなまあ、そういうわけで、ジョーの君が勝ったということでですね、今日の維新塾のほぼ一番、以上でーす、はいめでたし、めでたし、一本の原木から町づくりまで責任ある一貫システムは亀岡山田木材経営団地。よいしょ。